はい、本日はですね、5月に着たい服をご紹介していきたいなというふうに思います。ということで、もう5月中旬ですよね。すみません、遅くなって申し訳ないです。僕ちょっと日本一周しているんでね、いろんな県行ってたらね、気づいたら5月真ん中やったということで、慌てて撮ってるんですけども、5月のね、着ていきたい服ということを本日の流れとしてはですね、まずは着ていきたい洋服をずらっとお話はしていくんですけども、足元からね、お話ししていこうと思っておりますので、よろしくお願いします。まず最初というのがですね、5月はまだ遊べます。というのもですね、6月になってきたら雨とかガーガー降ってくるから、結構やっぱりシックというかこう地味な格好になりがちやねんけども、まだ5月はね梅雨に入ってないから、今の間に楽しんでいくんやいうことで、まず足元スニーカーまず一つドン、ちょっと派手めなねスニーカーからね行きたいなと思います。というのも今これずらっと見てもらったりしてね、結構まあモノトーンな色味が多いじゃないですか。で5月って暑い時もあれば寒い時もあんねんけども、どうしてもこうモノトーンになりがちってなったら、ちょっと足元でね遊びたいなということで、こちらエアマックスの0というモデルでね、もうこれも発売から6年7年ぐらい経ってるんやけども、1989年に生まれたデザインのスニーカーが2015年ぐらいに、ね、発売されたということなんで、僕ちょうど同い年なんですよ。1989年って同い年だから、まあ、同い年に、ね、発明されたスニーカーで、形になったのは2015年やねんけども、そういったスニーカーがありますよと。で2つ目はね、最近ちょくちょく履いてるんやけども、アディダスのイージーブースト700っていうモデルがあるんですよね。でそのモデルもちょっと変わった感じのモデルやねんけども、まあ、今みたいな感じで、シンプルな、無地 T にズボン、黒のズボン履いてる時なんかにちょっとワンポイント合わせようかなということでね、これも合わせてます。ただこれに関してはね、もうずっと発売してるモデルとかじゃないんで、なくなったりとかしてるかもしれないんですけどもね、そういう2色をねカラーリングちょっと派手めなやつでね合わせてみたいなと思ってます。もう来月からはね結構黒ベースになってきたりすると思います。ゴアテックスの防水スニーカーとかになってくるんだけど、まあ今やったらまだ晴れたりしてるんでね、そういう時に使っていこうということでした。で次はですね、パンツでいきたいなと思いますが、3つ目はねこちら、今履いてるんですけどもね、アルパインライトパンツというパンツです。このパンツはねやっぱりこの時期めちゃくちゃ使えるんですよね。だから、まあ、これはねとりあえず持ってて損ないでしょということなんで入れておきました。特にまあこういったシンプルな感じの上を着とけば、あえてスポーティーに合わせてるのかなっていう風にも見えるし、あんまり気にせんとね履けるでしょ、この時期ぐらいがちょうど。で次がね、今日先月かな紹介したパンツなんやけども、アークテリクスのパンツね、これガンマ SL ってやつなんやけども、これもねやっぱ良かったですね。今ね履いてみたんですけどもね、履き心地もいいし、ストレッチ性もねこれがやっぱ一番いいんですよ。ただアークのパンツっていうか、まあ、ジャケットもそうなんやけども、めちゃくちゃ売り切れるの早い。もう一瞬で売り切れてね、黒なんかすぐなくなるから、僕も結局これ黒じゃないんですけどもね、なんか何年か前にね家電芸人でねチュートリアルの徳井さんが言ってましたよね。家電は買い替えたい時が買うべき時や言うてたんですけど、それと一緒、アークテリクスはね買おうかなと思った時はもう絶対カット感でもなくなっちゃうんでね、これがガンマ SL っていうパンツ、今年出たパンツらしいんですよ。2022年にね新発売したパンツなんやけども、もう早速今なくなってるんでね、まあ、気になる方はね早めにちょっと見た方がいいかなということで、下からいってます。で次は上はね、この今僕着てるロン T と T シャツしかもうほぼ着てません。だから自分で作ったやつしか着てへんねんけども、ありがたいことにねもうこのロン T の方はちょっともうなくなっちゃったんですよ。だからまた9月ぐらいに販売する予定なんで、ちょっと今はね完売してなくなっちゃったよというロン T がね、まあ、白と黒がありますと、まあ、だからこんなもん紹介したってしゃあないんですよ、もうないからね。だけどまあ普段着てる感じはこんな感じです。ロン T に長ズボン履いたりするし、まあ、ロン T に後でも言うけど半ズボンっていう時もあるし、逆に長ズボンにこう半袖でね行くっていう時もあったりするんですよ。5月って難しいじゃないですか。暑い時もあれば寒い時もあるからね、ちょっとややこしいんやけども、そんなことでまあこれもねよくちょくちょく着てますけど、最近動画でね半袖バージョンも着てるんやけども、これも今月末ぐらいに発売しますので楽しみにしておいてくださいということで、次がねショーツに行きたいなと思います。5月といえどねショーツ履く時あるでしょ。で普通の方はねいやまだ半袖でも並んでって言うかもしれないんですけどね、海男とかアウトドア男ってねもうショーツ5月から履くんですよ。なんて早い人はね4月から履いてます。だから海とか行ったりしてね、パッて見てみてください。マリンスポーツしてる人は大体もうショーツ履いてるんで、だからそろそろねこのパタゴニアをね履く時期になってますね。なんで5月でパタゴニア出したかっていう、これも明確な僕のやり方があるんですよ。それ聞いてくださいよ。っていうのも何かっていうとね、まあ、このバーサタイルショーツっていうショーツもねこれパッと見て似てるんやけども、これインナーないんですよ。だからインナーないからちょっと5月では寒すぎる、いくら夏男や言うてねおかサーファーですねって喜んでたとしてもちょっと寒いなっていうところがあるんで、インナーをね履いていきます。インナーがあるタイプやったらちょっと分厚いんですよ。だからねこういったちょっと分厚めのやつやったら5月でも履けるんですけど、ちょっと張り切っちゃってね薄いの履いちゃうのはちょっと厳しいかなということで、さすがに5月はバギーズショーツでいいでしょうと。で逆に真夏のくそ暑い時とかってバギーズショーツ逆に暑いんですよ。でこれあるあるでしょ。はいバギーズショーツめっちゃいいと思ったけど、なんか夏って暑いから履くの嫌になってくんねんなってなった時はこういったバーサータイルに行くんですけども、まあそれはまあおいおいの話だからちょっと一旦置いとといて、5月で意識高い系、意識早い系の人はとにかくこの辺りをね行くのがいいんかなということでご紹介させていただきました。まあ、僕自身もねショーツ履くんやったら今はもうバーサタイルとかこのインナーのあるタイプしか履かないんですけど、そんな感じで最近出てきたねアブガルシアでしたっけ、ちょっと変わった感じの、釣りメーカーのパンツなんですけど、これも比較的こうガシガシしてる感じやから今ぐらいから7月ぐらいまでがねベストで履けるんかなと思ってます。まあ、こんな感じだったら全然いきますよね。よくなんか雑誌とかでねこのスタイルするんやけども、長袖にハーフパンツってかっこいいんやけども、これやるスタイルってねだいたい秋なんですよ。秋にやるのが一番いいんですけども、春はねちょっと足が寒すぎるんで長ズボンに半袖っていうのがまあ主流じゃ主流やねんけど、見た目的にかっこいいのは半袖、半ズボンに長袖ってまあかっこいいっちゃかっこいいですね。こんな感じでこうまくり上げて、まあちょっとポケットに手突っ込んでるみたいなね。だからショーツ履くとしたらこの辺りですね、僕はね。で近々キャンプも行くんですよ。で海もね行くんですよ。だからショーツはねおそらく履いていったりすると思うんで、まあ履くんやったらこの辺りかなというところでね選ばさせていただきました。で次とは言いながらもちょっと寒くないですかっていう時あるじゃないですか。もう肌寒いなと思ったらね、僕ソフトシェルがちょっと薄めに羽織れるやつっていうのがめっちゃ気に入ってるやつ、破れたって話したでしょ。もう破れてるっていうことなんで僕自身は全然気にせず着てるんやけども、視聴者さん的にはねお前もう破れたやつ持ってくんだと思われるからね、それやったら何着ようかなと思った時にこのスコーミッシュね、アークテリクスのスコーミッシュフーディーってやつがね使い勝手いいんですよ。でなんでいいのかっていうと、アークテリクスあるあるなんやけども、こういうジップがねこうパッて開くんですよね。だから引っかかったりしないんですよ。ただこれもねこうドアノブとか引っ掛けたりしたら破れるとは思いますけども、別に今のところはねそんな問題ないのでね、まあ、こういった形でまあさっと羽織ってもいいかなということで、5月やからもうほんま日によるんでこんな暑い格好せえへんわっていう時あるじゃないですか。半袖でも暑いわっていう時もあればね、いやこれぐらい着てやんの寒いでっていう時もあるから、まあ、これに関してはもう忍ばしておいてください。カバンの中に忍ばしておくと、でもうくるくるして小さくしといてカバンの中入れといたら、あ思ってるより今日寒いなってなったらこれ着りゃいいし、やっぱ暑いからいらんわっていう時はねカバンの底の方に眠らせて、小学生のランドセルの中みたいなねカビパンが出てくるような状態にしていただければいいんですけども、中に入れといていただくと。で次雨ですよね。5月もそろそろ雨降ってくるでしょ。でちなみに北海道って梅雨ないんですね。僕知らんかったんだけども、北海道梅雨ないっていうことなんで、北海道の方にはちょっとどうでもいい話かもしれんねんけども、大体本州の人ってねこれから梅雨が出てくるんですよ。沖縄とかでも入ってるんかなちょっとわからんねんけども、あちなみに来月沖縄行く予定ですのでね、沖縄の方会いましょうっていうことなんですが、そういう時はねこのジャケットです、今回選ばせてもらったのが、今までやったらノースフェイスのクライムライトジャケット着てくださいって言うてたんやけども、ちょっと僕個人的にムーって思うとこがあるから、それはちょっと板置いといて、今回はアークテリクスのベータジャケットってやつをね雨用のジャケットにしたいなと思います。これはね見てもらったら分かる通り結構薄いんですよ。だから薄いからさっと羽織れるし、でゴアテックスやからこう蒸れづらい、普通のカッパとかに比べると蒸れづらいから、こういった薄手のジャケットで今何が防水ジャケットええかなと思ったらね、まあ今のところはこのベータかなと思います。まあ気に入ってるゴアテックスのジャケットって言ったらアルファ SV とかあったりするんやけども、それもうちょっとカリコシ強いからちょっと暑いかなと思ったんでね、まあ暑くなくて雨防げる言うたらね、まあ、この辺りになってくるんかなということで、こちらのベータジャケットを選ばせていただきました。やっぱ薄くなればなるほどちょっとアークテリクス強なるんですよ。で逆に分厚くなればなるほど冬場とかってノースフェイスがちょっと強なったりするんですけど、まあ、それはねブランド特有の面白さが出てくるんですが、そういったところでねジャケットは結構アークテリクスになっちゃったんかな。でもねとは言いながら人によったらね、いやノースフェイスの方がええでとかね、いやパタゴニアの方がええでっていう人もいてはるじゃないですか。そやからねその辺りはねまた雨に強い、ジャケットみたいなところの特集はしようかなと思ってるんですけど、個人的には結構アークテリクスの方がまあ好きは好きなんです今はね。でもうちょっとごついのはノースフェイスの方が好きかなとかいうこともあったりするんで、今回はこの辺りが今月着たい服ということになっておりました。でもちろんね T シャツとかもね、どんな T シャツがいいんかなっていう方もいらっしゃると思うんで、 T シャツも僕もう10種類以上バッとありますので、それ全部着ていってね、どの白 T がね乳首透けへんのかとかいう乳首問題がね今回また夏から出てくるんですよメンズの方はね。だからその乳首問題に対してどういうアプローチをしていこうかっていうのをまた考えておりますので、今月中にどの白 T の乳首が透けないかっていうのもねやってはいこうと思います。はい、ということでまあ今日はね一旦今月着たいものということでご紹介させていただいたんで、この辺で終わりたいなと思いますので、また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。